ついにこの季節がやってまいりました。おう、私の夏がやってきたぞー。エネキン、いざ出陣。もう泣けてくる、もうすでに泣けてくる。この話してるだけで。はい、どうもジェッチマンベビーケアでーす。おはようございます。いや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 、ついにこの季節がやってまいりました。来たね、ついに。何の季節かと言いますと、それはなんと高校野球の夏の甲子園の予選始まりました。イエーイ。本当にね、この時期私の大好きなこの甲子園の予選、なんせ予選、やっぱ予選がね、もうめちゃくちゃドラマがあるんでね。去年はコロナで中止になりましたんでね、今年はね開催するということで、ついにやってきましたよ。この時期が、私の夏がやってきたぞー。これがねないともう夏始まりませんからね。私はね、やっとやっとやってきました。その前にエネキー、その前にエネキーで、今日はね久しぶりにね一人喋りですけども、一人喋りついに来ましたね。なかなか最近ねこうやって一人でねどっかこう出てするようなことがなかったんでね、めちゃくちゃ久しぶりちゃいますかね。エネキーです。エネキー、はい、エネキーです。チュチュマンベイビー系、これランマルさんにいただいたね、チュチュマンベイビー系のね、これがなかなか栄色にね馴染んできました。これがね最高。プランバルさん、いつもおぎに。しゃあ、これでやっといける。高校球児待っとけよ。いざ出陣。高校球児待っとけ。 K が応援しに行ったら、もうね、とにかくね、みんなはね、この夏のためにね、高校野球生活をね、歩んできたと言ってもね、過言ではありません。というか、そのためにやってきてます。まあ、この夏のためだけではないですけどね、最終やっぱりね、高校3年生はね、この夏絶対出たいんですよ、甲子園に。そのためにね、毎日、この暑い中、練習ですよ。もう、投げてくる。もうすでに投げてくる、この話。してるだけで、最後のこのね夏のね数試合、決勝まで行っても7試合、まあ大阪大会やったら7試合8試合かな。このためだけに最後の力振り絞って頑張ってるんですよ、高校球児は。もうそれだけで泣けるよね。おっさんも高校生に負けてるんだね、必死で応援しますよ。今日はねもうね完璧完全ね、私の自己満動画です。もうおもろいとかおもんないとかね、そんな関係なしにね、これだけはもう絶対出したいんですよ。去年もね1回出してますけど、1回出してるっていうかね、見に行ったっていうことじゃなくって、まあ高校野球愛にね関した動画をね1本去年も出してますけど、私は今日はおもろいとかおもんないとか関係なしにね、高校野球愛を語る。じゃあ最初にね、やっぱりね高校野球のね見どころ、先ほども言いましたけども、もう甲子園出てしまったらね、もう半分夢叶って、半分というかね、もうほぼ夢叶ってるんですよ。高校野球生活の中での夢はね、もう甲子園出たらもう叶うんですよ。1回戦で負けても優勝しても、まあもちろんね皆さん優勝をね目指してもちろん頑張りますよ、甲子園出てもね。でもね、夢を叶えた人間なんでね、ほんの一握り中の一握り、もう一握り中の一握り中の一握り、でもその一握りの中の方は本当素晴らしい努力した結果、努力した才能ねおかげでね、おめでとうですけども、ほとんどの人がねその夢叶わずなわけですよ。その夢叶わずの中でのねドラマが山ほどあるのが地方大会の予選。それもねやっぱね強豪校がええところまで行って負ける、これもねやっぱ素晴らしいドラマがねいっぱいあるんですけども、まあ私はねまあだいぶね高校野球マニアですから、どういうところをね見てるかと言いますとね、まあちょっと言い方悪いですけども、もう弱小高校ですよ。まあ弱小といってもまあどっちかというとまあ弱い方の高校、まあ誰が見てもどう考えても地方大会で1回戦負け2回戦負け、そんなん優勝して甲子園なんて出れるわけないやんっていう高校だから、やっぱ主に公立高校が多いですよね。その公立高校の子たちもやっぱりね甲子園を目指してねやってるんですよ。でもねやっぱね出れないっていうところもね頭のね片隅にあるわけですよ。どうせ出れないやろう
っていうのもね、やっぱりそれはねあるんですよ。個人競技じゃないんで、ピッチャーだけが良くても勝てない、キャッチャーだけが良くても勝てない、4番バッターがねバチバチのホームランを打てて4番バッターが1人だけ打っても勝てないわけですよ。個々の能力だけあっても勝てないわけですよ。やっぱりこれはね9人の力が合わさって優勝に導くというかね、強いチームになるんですが、どうせみんな勝てないだろう、どうしていけないだろうってめちゃくちゃ思ってる中でも、自分の高校野球生活必死にね向上してね頑張るわけですよ。出れないんですよ、基本的にはもうほとんど 100% に近い、もう奇跡中の奇跡が起きない限りはもう絶対的に勝てないわけですよ。でもそのほんの一握りの夢のために高校生活3年間野球一筋でね頑張るんですよ。野球に打ち込むんですよ。暑い日も寒い日も必死で、その中でねやっぱり負けたらね泣くんですよ、絶対に。その涙というのはやっぱり負けた悔しさももちろんのこと、この3年間やってきた思い、この辛かった日々の思いが終わった、これで終わる、しかもここで高校の野球生活で今までやってきた野球を全て終わる、野球生活を終える人たちがほとんどなんですね。でもちろんこう大学に行って野球やる人ももちろんいますし、で高校卒業してそのまま社会人行ってねやる子たちももちろんいます。でもそんな子なんてほとんどもう一握り中の一握りです。そんな子はね、ほとんどの子たちが野球をやめるんです。今まで必死に頑張ってた野球をこの高校野球生活の中でここで全てが終わる子たちがほとんど、もうそれがねもうこう走馬灯のようにね巡って巡って、今まで野球頑張ってきた、小学校から頑張ってきた、まあもちろん中学校から頑張ってきた子たちもおるやろうし、小学校から頑張ってきた子、小学校1年から小学校3年から中学校からやり始めた、中には高校生からやり始めたっていうね子たちもねもちろんいるんですけど、そこで野球生活がストップ、この涙、この涙じゃないっすよ。勘弁して、もう泣いてくる、もういろんな思いがあってもうね自分自身も何言ってるかわからんけども、高校野球最高なんですよ。ああ高校球児見たら涙出てくる。ああ頑張ってるよみんな、ほんま死ぬ気で頑張ってる、おっさんも頑張るなあかんし、みんなも頑張るなあかんし、しかもね辛い時こそね声出すんですよ、声を、辛い時こそ声を、わーおっしゃいピッチャーええ球ええ球でね、もう10対0で負けてて、もう勝ち目ない、もうほぼ勝ち目ない、ピッチャーポカスカポカスカ打たれる、でもピッチャーナイスナイス、よっしゃいるぞピッチャー、もっと攻めろ、いけいけってね、みんな声出すんですよ。もう負けてる時こそ声出す、もう最後、やっぱり負けてる時にシュンとなってもね何にも起こらないから、やっぱり負けてる時こそ声出して元気に、あーこれですよ、これが高校野球ですよ。やっぱ人生も同じでね、やっぱりうまくいかない時こそね元気で笑顔におったらね、なんだかなるんですよ。やっぱりね人生うまくいかない時の方が絶対多いし、しんどい時の方が絶対多いし、辛い時こその方が絶対多いんですよ。基本的にね楽しいことなんて一握り、その一握りの楽しいことのためにやっぱ日々頑張るわけじゃないですか。だからね日々しんどいこと、苦しいこと、悲しいことの方がねダントツ多い中ね、その時に悲しい顔して悲しい気持ちになって落ち込んでてもね何にもならないんですよ。だからその時こそ声出す、元気出す、もう空元気でもいいし、笑顔でニコニコ、これなんですよ。最後には絶対笑顔でニコニコ、毎日笑顔でニコニコ、それでおったらね皆さん必ずね絶対ねいい方向に向いていきますよ。もうだから私はね絶対的にいつでもかんでも毎日笑顔、いつでもニコニコ、元気よく、何があってもですよ。これおっさん白熱しすぎ、おっさん白熱しすぎですけどね、これぐらいねやっぱりね高校野球にはねそういったもう魅力が満載なわけです。魅力満載、皆さんもね毎日元気でニコニコと、毎日笑顔で、とにかく笑顔、毎日笑顔。そしてね高速道路、はい混んでます、めちゃくちゃ暑い、めちゃくちゃ暑いけどね、暑い、あーしんどいわーってね、あーしんどーって言うことは余計しんどいんでね、まあ、この暑い中でも元気、高校生はね今この暑い炎天下の中でも頑張ってると思ったら、私もこのぐらいの渋滞、ハーレーのエンジンのメッキぐらいなんでもないですよ。やっぱり元気でニコニコ、皆さんも頑張りましょう。いやーそれでもねやっぱりねだいぶマニアックおっさんの私から言いますと、高校野球地方大会予選のね最大の見どころはですね、試合が終わった後なんです。試合が終わった後にね、もちろんね勝ったチームも負けたチームももちろんねベンチからね出てくるわけですよ。ベンチから出てきて球場をね後にします。球場の外に出てね、ちょっとこうエンジンを組んでね、監督さんの話が始まります。これはよう頑張ったもな、3年間頑張ってきたことはこれから社会に出ても一番大事なことやから忘れずに、大学
大学行く人も就職する人も専門学校行く人もこれからねこの3年間培ってきたことを糧に頑張るんやぞってね監督さんからね終わった後のね激励の言葉があるわけですよ。もうそれにね僕全然関係ないけどねそこの府警の中の輪にね勝手に入ってね一人で涙流しながらねそこの中で叫んだんですよ。ほんならね、このおっさん誰やねんみたいな顔してみんな見るんですけどね、許してくれるんですよ。心あったかい、心あったかい人たちでね、成り立ってるわけですよ。ほんでまたそこからね、キャプテンが出てきてね、府警の皆さんもね、応援ありがとうございますって言葉をかけてね、ほんでまたそこでね、大親子さんもね、泣いてね、もうそこにはね、感動しか待ってないわけです。感動しか待ってない。感動しか待ってない出来事がね、そこには、着ですよね。ほらここですよ球場。ほら見えてますよ球場。もう球児たちがこの中で頑張ってると思ったらやばいな。あやばい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 よこれ。球児頑張ってるよ。球児頑張ってるよ、ね。はい皆さん着きましたよ。ほら見てください皆さん。ああ高校球児。頑張ってる。もちろんねスタンドからね見るときもありますし外野からね違う角度でね見るときはあの球場によってはねあの外野から全く見えないっていうところも多いんでこういったね外野で見れるところはこういう風にね外野からね声援を送るというのもねすごくいいもんなんです。いろいろ見るところによって全然景色が違うんでねこういったのもいろいろ味わうということですね、はい、頑張れよ高校球児。ではでは私は試合を楽しみたいと思います。さあ終わりました。よう頑張ってたね高校球児は。ただのね普通の試合かもしれないですけどおっさんにはすごいね元気と勇気をいただきました。明日からおっさんも頑張ります。高校球児ありがとう。感動ですね。ほんまに感動。よう頑張ってる。お疲れさん。本当にね、でも、そうやなぁ。なんて言ってんやなぁ、これね。やっぱね、いつも試合見終わってね、最後のね、エンジン組んでるところを見ると、ほんと感慨深いものがあります。なんか今までの青春がね、この一瞬でね、今日というこの日の一瞬のために、この3年間、まあもしくは小学生から、ずーっと青春を野球に捧げた子たちがね、今日のこの一瞬で全てが終わる子たちがね、ボンドなわけで。これがね、なんとも言えないね、この感慨深さ。おっさんもこの年になったらいろいろ考えさせられますよ。高校球児にね、今日もね、最高の高校球児の熱い戦いを見て、元気もりもり出てきました。今日はこんな形で終わりますけど、私の野球愛、高校野球愛、皆さんにね、伝わりましたでしょうか。最高の一日を、高校球児、ありがとう。大喜利、本日もご視聴ありがとうございました。おおきに、バイ、Thank you。The beat is tough. The beat is tough.